さん文化構想行ってみたいと思います。モードゼミ公式は分かりやすく説明しますからね。最強の長文は空小10、段落は6つで、空所は7つ。これを全部行ってみたいと思います。一緒に頑張りましょう。それではまず説明の指示の一読をお願いします。すみません、与えられている選択肢でございます。まだ読まなくていいですからね。選択肢は8個あるということの確認でございます。すみません、第一段落でございます。まずはこの空所25番ですね。これ皆さん上にある選択肢、これを一読していただいて、適切なもの、それをここに入れるという感じでございます。で、今からお伝えすることは他の学部でもお伝えしたことがあるんですが、選択肢先ほど確認していただいた通り8個 A、B、C、D と続いております。で、おそらくこの空所25番に入れる選択肢、まずは皆さん A が入るかな、 B が入るかなって感じで A、B、C、D の順番で検討するはずです。ただ A を考えて入らないで、 B を考えて入らないで、 C を考えて入らないってなってくると焦りますよね。でもそれは大学側からの意図なんですね。つまり選択肢の A、B、C と検討して全く入らないと、そうすると受験生が焦るのは大学分かっております。まあ、意図してそういう問題の作りをしてるんですね。ですから8個選択肢があって、まあちょっと多いなと。で、人間の心理として A、B、C と考えていくと、正しい答えは出ない、受験生は焦る、そうやって作ってるんですよということをあらかじめ知っていたら、我々受験生はその裏を書くことができますよね。ですから選択肢が8本ほどあるとですね、前半の3つ目4つ目ぐらいからは答えが出ないように作られているはずでございます。ということは正解は後半から出る、そうです、真ん中から後半です。ですから今画面で見えている通り E から見えるようにしているんですね。ですから E 入るかな、 F 入るかなって感じで行った方が早く正解にたどり着くはずでございます。ですので皆さんにはこの第一段落を一読していただいた後、 E から検討をお願いできますでしょうか。すみません、空所の前後どこを見ていただいてもいいんですが、皆さんが選んでいただいた選択肢、そことこちらの軍隊の話でつながりがあるものを見つかってますよね。そして新しい取引、貿易のルート、それと言い換え可能な表現も見つかってるかと思います。そして遥か遠くの話もありますよね。そうです、選択肢の E が怪しいですよね。 Soldiers の話ありますので、こちらの軍隊とつながってきますよね。そして皆さん Far away places、 遠くの場所から戻ってきております。もちろん遠くの場所書いてますね。そして皆さん New ということで新しいものに触れてますよね。で、その新しい話がこちらでございます。ですから空所25番には正解は E ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いて第2段落でございます。こちら空所26番に入れるものですね。で、たまたま画面上は選択肢の C からしか見えていませんが、まずはここから最優先で検討していただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、第2段落読み始めるとプラスの話で始まってますよね。で、マイナスの状況に変わるのがこの The Problem のところでよろしいかと思います。で、何が問題なのか、何がマイナスなのか、それはここですよね。貴族がそれ、つまり富ですよね。それを失ってきていると。で、それがずっと続くのかということなんですが、まず空所の右側見ていただきますと、Things had always been just fine with them。まあ、状況はかねてから良かったですよと。つまり空所の前後でマイナスとプラス、つまり富を失ってるからがっかりしてるのかなと思ったら、状況がファインということですから、あまりその心配はなさそうですね。で、そういう選択肢が見つかってるかと思います。もちろん空所の直前の主語 Noble families、 複数形になってますね。もちろん貴族の言い換えでございます。これも選択肢を選ぶときにヒントにしましたね。それ選択肢の H でいけそうですね。本来は富を失い始めると心配する可能性が高まりますが、その成長、つまり商人が富を得始めていることですね。自分たちはその富を失っている一方で、商人は富を築き始めていると。で、そういう成長に関して心配はしておりませんでした。それは状況が昔からずっと良かったからですね。
ですからうまいことつながりが見て取れましたので、空欄26番には H が正解ということでよろしいかと思います。さあ続いて第3段落でございます。まずは空所27番ですね。今見えてる選択肢、この中からまずは検討をお願いします。でこれは段落の一番先頭ですね。新しい貿易経済が成長するにつれて、これとつながりのある選択肢が見つかってるかと思います。もちろん G ですよね。成長というこの新しい現象、特に皆さんこの This がございますので直前の内容ですよね。それを指してるとも言えますよね。そして選択肢の後半、このあたり、それを望んでおりました。ですから空所の右側、このあたりとつながりますよね。望んでいたわけですから、まあ、手には入れてるんですが、力ずくの手段で。まあ、手段はあまりよろしくないんですが、一応手には入れております。ですから、望んだ結果、手に入れました。このあたりともつながりが見て取れますので、空欄27番には正解は G。これでよろしいかと思います。さあ、続いて空所28番でございます。検討をお願いします。これは空所の左側、このあたりとセットで使うものですよね。It's one thing. ときたら選択肢の D の It's another. 皆さん、これでセットでなんか熟語がありましたね。It is one thing A. 点点点、It is another B. そうです。A することと B することは別物だ。ですから、その熟語の知識で空所28番。正解は D ということでよろしいかと思います。さあ続いて第4段落でございます。こちら空所29番ですね。で選択肢残ってるのはもう4つでございますので、この中から選んでいただけるとよろしいかと思います。これは空所の直後の文章中がヒントになってますね。変わりましたよ。で何に変わったんですかっていうと、皆さんトップダウンイコノミーと書いてますね。そうです、上から指示を出すんですね。で選択肢がでトップダウンにつながる表現と言われたら、選択肢の B のこのキングスがヒントになりそうですね。王であれば上から指示を出すはずでございます。そして exclusive control。そうです。支配してるわけですから、まさにトップダウンですよね。ですからまさに言い換え可能ということで、空所29番。そこの正解は B ということでよろしいかと思います。では皆さん第5段落でございます。空所30番ですね。残りの選択肢。3つの中から選んでいただけますとよろしいかと思います。さあ、これ空所の左側のアスキュールシューメイカー。このあたりがヒントになってそうですね。そうです。技術を持った人でございます。そうすると選択肢の A のこのバットがいけそうですね。そうです。バットがヒントになってくれてますよね。もちろん前後は逆。そうです。アンスキュールワーカーズ。技術を持っていない労働者。これ皆さん、技術を持ってる人たちと技術を持っていない人たち、これがバットでうまいことつながりますよね。ですから空所30番には A が正解ということでよろしいかと思います。さあ皆さん最終段落でございます。残りの選択肢は2つですからね、検討をお願いします。さあこれ空所の左側に Human Laborers、労働者の話がありますよね。で、それとつながる選択肢と言われたら、選択肢の C のこれですよね。Each worker。で、それぞれと言えるのは、こちらに複数名詞があるからですね。もちろん、労働者つながりでもバッチリでございます。ですから、空所31番の正解は C ということで、よろしいかと思います。それではお疲れ様でございました。今から講義を言ってみたいと思います。神さん、早稲田の全体的な勉強法、これに関する動画はすでに存在しておりますので、まだそちらをご覧になっていないという方はこの後ご視聴いただけるとよろしいかと思います。動画のリンク先は概要欄に貼っ付けておきますからね。さあ、カッコ1番空小10、そしてカッコ2番内容1、そしてさらにはカッコ3番会話、このあたりは政経教育商学部、ここの過去問がいい練習の場になりますからね。まあ、タイトルも書きました通り、文化構想学は文学部とそっくりでございますので、まあ、そちらの過去問をやる方は多いかと思いますが、この辺りまで広げることによって視野も広げていただきたいと思います。そして、過去へ前要約問題。これは国際教養でも練習できますからね。そして、注釈で正当のヒント。皆さん、先ほどの問題を振り返っていただけますと、特に最後の問題の本文中はこういう感じでした。Human Laborers。で、正解の選択肢の中にこういう表現ありましたね。Each Worker。
タミさん、なぜこれを正解にしたんですか？それは本文の一部と選択肢の一部、そこが言い換え可能だなというふうに判断したからですよね。皆さん見ての通り、労働者と労働者、言ってること同じでございます。そしてここにそれぞれとあるので、こちらの複数形とぴったりでございます。ですから結局言い換え可能な表現を探しているだけなんですね。そして2つ目、本文中に A skilled shoemaker で、選択肢の中に Unskilled workers で、こちらの選択肢の先頭に Bad がありましたね。ですからこれも本文と正解の選択肢、労働者ということでつなげていただいてもいいんですが、技術を持っている人と技術を持っていない人、ここに対比関係が成り立てますよね。ですから労働者つながりで言い換え可能なんですが、 Bad のような対比もヒントになりますよね。ですから今日はたまたま空床銃を扱いましたが、この言い換えと対比の視点、これは内容一致問題とか会話とか、まあ、はたまた誘惑問題ですね。基本的にどの設問形式にも当てはまる視点でございます。ですからこういう視点を皆さんが回答する際の基準、そこを意識していただきますと正解につなぎやすくなりますからね。そしてこのヤナッチとスタディの大学別対策動画、もちろん早稲田だけじゃなくて慶応上智、その他ものもいろいろな動画がございますが、このあたりを意識して配信しておりますので、練習の場として活用していただけるとよろしいかと思います。ということで、スクリーンショットをする方はどうぞ。ということで、皆さんに向かって頑張りましょう。